自爆をしたのにゼロ。ああ、悲しい、儚いよ。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、なんか、今回は上にある、まあなんかどっか行かんといかんのよね。ダーリンは超長生きなんですのよ。私とは年の差がありますの。でも物知りで落ち着いていて、渋い魅力が私好みですの。年の差っていうか体の大きさ全然違うよね。ふふふ、お前ならキングを助けられる。オイラの勘は正しかったっちょ。この逃げ足、そして鋭い勘、オイラは二つも才能があるっちょ。逃げ足、それは誇れることなのか。あ、普通に上がれるんやね。さあ、アイラ殿、こちらのモノリスをお使いくだされ。すでにキングの許可はいただいたはず。はばかることなく聖地へ行かれよ。聖地やって、聖地。なんかこっから行けるらしい。なに、これが扉？ワープ的な感じ？お、ワープや。なんだこれ。こちらはモンスターマスター専用施設、バーチャルコロシアムです。精神と時の部屋的な感じ。音声だけで失礼いたします。誰？私は当施設を管理するための人工知能。あなたのような実体は持っていません。ああ、なるほどね。私はテレジア。ライセンス試験を受験されるモンスターマスターの案内役です。これよりあなたの施設利用権について確認をさせていただきます。最近現実世界でも人工知能の活躍が目覚ましいよね。アイナ様の情報を確認。登録データと照合を完了しました。登録番号976374。ようこそアイナ様。ここではモンスターマスターに対するライセンス試験を行っております。試験に合格したモンスターマスターが身につけられる能力は陸上ライド。お、これでやっと乗れるようになる。モンスターに乗って大地を駆け抜けるための力です。ここでそういう能力を培っていくというわけ。行動範囲を広げて冒険の足がかりとなるこの力のためにぜひご参加ください。そりゃぜひね。今回、アイナ様には C ランクをご案内させていただきます。奥の扉へとお進みください。奥の扉。うお、びっくりした。回しよった。これやね。あ、そっかそっか、ダッシュ機能とかないんよね。この扉、別のゲームとごっちゃになるところやった。C ランクのライセンス試験を開始します。参加の意思は終わりですか？もちろん。では、ライセンス試験のルールについて、アイナ様にご説明いたします。各ランクの試験は3試合ずつ、3回勝ち抜くことで試験は合格です。試合はパーティーにいるモンスターのみで戦っていただき、スタンバイは使えません。もともと私、まだスタンバイいないんだな。さらに、道具の使用と魔物への命令は禁止。また、危険を選んだ場合、敗北となります。あ、命令禁止なんや。まあ、いつも私、戦うぐらいしかしてないけどね。戦うか薬草を使うか。ルールは以上です。アイナ様のご検討をお祈りいたします。なるほど。まあ、モンスター次第ということだな。試験の前に、仲間モンスターのコンディションを回復いたします。お、ありがとう。仲間モンスターの HP と MP が全回復した。では、これより C ランクのライセンス試験を開始いたします。お、私が身構える必要はあるのか。お、この3体か、楽勝じゃね？その辺にもうようよおるよね。まあ、でも鬼をまだ倒したことないんやけどね。じゃあ、行けー。お、ヒャド。いいね、いいね。デイン。スライムからデインが繰り出されるってなんかね、いいよね。かっこいいよね。みんなどんどん技使っちゃって。お、やったね、楽勝。え、ここでの戦いは経験値は入らないの？レベル上がらないのか。なんか、損した気分。でもライド使えるようになるもんね。頑張るわ。お見事です、アイナ様。続けて2戦目を開始いたします。2戦目は？お、この子たちか。でもまだビッグハットしか私戦ったことないんよね。体験版では何度も倒したけれどみんな。いけい。技を使いまくってしまえい。最後のあがきはやめて呪縛。呪縛をしたのにゼロ。ああ、悲しい。儚いよ。しかもそれで終わり。ごめんね、ありがとうね。忘れないよ。2戦目の勝利おめでとうございます。いよいよ次で最後となります。油断されることなく最後までご検討くださいませ。
お、結構あっという間にいける感じじゃないこれ。おー、この辺は結構強いんじゃないか。今の私にはホイップゴーストと暴れ牛鳥頑張ってくれ。あ、全然強くないじゃん。ん、今のは会心の一撃かな。あ、いや全然大丈夫だ、余裕だ、イエーイ。まだね、私レベル上げとかそんな遠くまで行ってなくってさ、この周辺でしかしてないけん、ちょっとどうかなと思ったんやけど、よかった。てか毎回思うんやけど、プリズニアのあのダメージ受けた時の仕草がさ、すごいやられた感満載やけんやめてほしいよね。へーって思うけど、今 HP 見たら全然減ってなかった。お、最後の最後は経験値入るんや。やったね。イエーイ。お疲れ様でした。試験は以上で終了となります。おめでとうございます。あなたは C ランク試験に合格されました。当施設の規約に基づき C 級ライセンスを発行いたします。 C 級ってなんかものすごくダサい感じがする。アイナは C 級ライセンスを手に入れた。これよりモンスターに乗って移動ができる陸上ライドが使用可能となります。そして今回はもう一つの特典、倍速戦闘を解禁いたします。お、倍速もできるようになった。これからは戦闘中に R ボタンを押すことで2倍速で戦闘できるようになります。今のあなたならばきっと倍速戦闘も使いこなせるでしょう。アユナは倍速戦闘ができるようになった。お、これで結構楽になるよね。レベル上げとか。C 級ライセンスの特典は以上となります。なお、陸上ライドの体験式チュートリアルを隣の部屋にご用意いたしました。コロシアも出た後にぜひご参加ください。隣の部屋？それではこれより、陸上ライドのチュートリアルを開始いたします。あ、この部屋ね。現在、出口のモノリスには鍵がかかっており、その鍵は右に見える段差の上にあります。段差の上まで行き、鍵を入手するためにはモンスターに乗らなくてはなりません。まずは X ボタンでメニュー画面に、ライドモンスターを選択してください。ということなので、体験版で乗ったことのないキャラクターにまず乗ろうかな。お、フィールドライド設定の説明をします。この画面ではフィールドでライドするモンスターを設定することができます。右側にあるモンスターリストから選び、左の十字ボタンに対応した場所に配置してください。ってことだ。じゃあ私はビッグハットに乗ろう。オッケー。はっ。モンスターにライドするとジャンプ力が上がり、高い段差もジャンプで越えることができます。部屋の中にある段差をジャンプして登り、モノリスの鍵を入手してください。あの右側のとこ、こんな感じ。かわいい、ビッグハットかわいいよ。これやろ、段差上がれなかった。さあ行け。どれ鍵？あ、これ？モノリスの鍵を手に入れた。イエーイ。無事にモノリスの鍵を入手してきましたね。その鍵を使って出口を開きましょう。出口、こっからポンと。そしてあっち側か。このシャ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 っていう歩く音が超可愛いんだけど。ほい。てか鍵式なんや。おめでとうございます、アイナ様。出口のモノリスを解放なさったようですね。あ、入り口と出口別なん。陸上ライドはあなたのこれからの冒険で必ず大きな助けとなるはず。ご活用ください。以上でチュートリアルを終わります。お疲れ様でした。なるほど。お、戻ってきた。おう、戻ったか、アユナよ。どうやら成果はあったようだな。もちろん、これでやっと陸上ライドができるようになったよ。なるほど、ソチは陸上ライドを使えるようになったと申すか。やはりソチには秘めたる力がまだまだ隠されていたようだな。時にアユナよ、新たな力を手に入れたソチに頼みがある。お、なんだ。暴れ牛鳥という魔物をソチの仲間にして連れてきてほしいのだ。お、暴れ牛鳥はここからまず東に、そして南に進んだあたりにおるはずだ。仲間にしたら暴れ牛鳥に乗ったまま世に話しかけてくれ。頼んだぞ。あ、やっぱりそういうの決まっとんかな。ほい。ということで、今回は、まあ、陸上ライドができるようになりましたという部分で終わっておきたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。まったね。水中ライドと空中ライドはまた別？ B ランク、A ランクとかなんかな。 B ランク、いけない。